皆さんこんにちは、レック専任講師の、弁理士の吉村と申します。今日はどうぞよろしくお願いします。今日はですね、知らないと恥をかく口述マナーの基礎知識というお題で、およそ1時間半もらってるんですけれども、1時間ぐらい話させていただいて、その後30分間個別面談の時間を設けさせていただきます。じゃあまず早速レジュメを開いて、レジュメというかお手元の資料を開いてください。でこの資料に基づいてお話しさせていただきます。皆さん資料をお持ちですかね。ない方は後ろに置いてありますのでご参照ください。でまず、ですね、まず私が何者なのかというのをお話ししますね。私平成17年に論文受かりまして、その年になんと口述試験残念ながら落ちてしまいました。で1年間口述試験っていうのはどういうもんで、どうやったら合格するんだろうっていうのを口述落ちの仲間とみんなで話し合ったり、口述落ち当時予備校とか口述向けの対策の予備校とかなかったので、口述落ちの先輩の方々からねお話を聞いて、口述試験どんなふうに勉強すればいいんだみたいなのを考え、次の年無事受かりまして、平成16年あ18年に合格しまして、その後ですね私のような口述落ちみたいなことをしてほしくないということで、そのノウハウを皆さんにお伝えする仕事を大体10年ぐらいずっとやっております。でいろんな先生がいますけれども、私はほぼ口述専門にやっております。で、まあ、持ちは持ちや口述は口述専門講師ということで、どうぞよろしくお願いします。でまずですね、その口述マナーの基礎知識の前に、そもそもですね、口述試験に合格するためにはどういうことが必要なんだっていうのをですね、見ることがとても重要で、最終的な目標ですね、口述試験に合格したいんですけれども、そのためにはどうすればいいのか。で、ホームページを、特許庁のホームページを見るとこんなことが書いてあります。採点基準を ABC のゾーン方式とし、合格基準は C 評価の科目が2科目以上ないこと、このようなことが書かれています。でまずここから言えるのは、これ A が一番いいんですね。で B が、まあ、普通で C があまりよくできないと。でこれ A 取らなくていい試験なんですね。C を2科目取っちゃいけない試験なんです。B コンスタントに B を取り続けるっていう能力がとても重要です。ホームランは打つ必要はないと、ヒットをできる限り量産できるような感じのスタイルが必要だと、勉強するスタイルが必要だということがここから言えます。でじゃあ ABC ってどういう評価基準でつくのっていう話なんですけれども、ここからは特許庁のホームページに書いてないことなんですけれども、最後の問題まで回答できれば原則 B 以上、最後の問題までいかない場合には C と言われております。でこれ年によって問題数、年やその分野によって問題数違うんですけれども、まあ7問とか10問ぐらい毎年出ますと。で制限時間がありまして、大体1科目につき10分間ぐらい質疑応答の時間があります。で一番上の問題から順次聞いていくんですけれども、でその問題がクリアできたら、はいじゃあ次の問題いきます、次はその規定の趣旨を述べてくださいみたいな感じで、どんどんその問題が終わったら次の問題、その問題が終わったら次の問題で、そんな感じで10分間の間に最後の問題まで合格できるかどうか、それがこの ABC のこの判断基準なんですよね。これね、最後の問題までいけば B 以上がつきます、合格と。でなんでですね、ここから言えるのはですね、最後の問題まで行くっていうのが重要なんです。時間はこう有限なんですね。10分間の間に最後まで行かなきゃいけないので、よくあるのはですね、単に知識を後でやるんですが、単に知識をインプットするだけではなく、その時間を、まあ、直定のね、その10分間って与えられた時間の中で適切にアウトプットしてする練習が必要です。
これね、うまいこの、早く、その問題早く答える練習をしないと、うまくいかないんですよね。でも、ちょっと例を挙げると、例えばその条文を見れば、回答できるような問題については、もう自分からすいません、条文見ていいですか？はい、どうぞ。失礼しますって条文見ちゃうとかね。時間、考えちゃいけないです。考えて、その条文聞かれてるのに、条文、その週を見ないで、あれはこういう規定で、って考えたりしないみたいな、そういう話です。条文見ればいい問題は条文見ちゃうとか。で、そんな感じでできる限り早く次の問題に行くっていうのが重要ですっていうお話でした。じゃあ次にですね、またこれもその口述マナーの基礎知識の前段階なんですけれども、前段階のお話なんですけれども、じゃあ実際ね、どんな感じでその勉強すればいいの、どの点がポイントになるのかっていうのがあって、私はですね、口述試験合格するためにはですね、3つぐらいポイントがあると考えてます。それがこの口述試験合格のための3大ポイントです。で、1つ目が条文青本、2つ目が過去問プラスアルファ、3つ目は場数を踏むと。で、この3つのポイントがあると思ってます。で、まずですね、1番の、条文青本からこうお話しさせていただきたいと思います。で、条文青本なんぞやって話なんですけれども、口述試験のお約束ってここに書いてありますよね。口述試験のお約束、まず条文で答える、趣旨理由は青に記載されていることをこう答える。で、これがお約束、超大前提でございます。で、私これ今から1時間あと50分ぐらいしゃべりますけれども、一番重要なのはここです。私の講座受けていただくのは好ましいんですけど、仮に受けていただかなくても、これだけはね、きっちり覚えて帰っていってください。口述試験のお約束、まず条文で答える、趣旨理由は本に記載されていることを答える、これ自分の言葉で答えちゃ絶対ダメっていう話です。で、私もね、口述落ちた年こう思ってました。そんな条文通り答える必要ないだろうと。大体似たような内容を答えれば、自分のそのね、条文の理解示せば、通してくれるんじゃないかと。だからまあそんな条文とかしっかり覚えなかったんですよ。で、条文をね、覚えるのって結構大変なんですよ。なんでその地味な作業を嫌うね、こう機転の利く受験生ほどね、結構こんな風に考えていることが多いんですけれども、これってすごいとっても危険です。で、ここでちょっと急に質問です。じゃあ、すいません、目が合ったあなた、ちょっと、出願審査請求は誰が行うことができますか？はい、素晴らしいです。もう一人、出願審査請求は誰が行うことができますか？はい、ありがとうございます。で、これ正しい回答は何人もできるってなってます。で、今出願人ってお答えいただきましたよね。で、出願人も出願審査請求を行うことができるっていうのは正しいんですよ。条文上何人も行うことができるっていうふうになっていて、何人の中には出願人も含まれますので、その回答は正しいんですけれども、口述試験的にはアウトとなります。48条3項1項に、その何人も行うことって、何人っていう文言があるので、口述試験のお約束の条文の言葉にとって、あ、沿って答えなければいけないという前提からすると、何人も出願審査請求することができますって答える必要があります。で、これがその条文で答えなければいけないっていう話の例の一つですね。で、あとですね、昔の口述の定番問題で、特許法29条2項、どういう条文ですか、説明してくださいみたいな問題があるんですよ。で、これ当時の僕はですね、まあ、睾丸排除項規定、拡大された先癌の地位について規定されてますと。で、その睾丸排除項は特許請求の範囲ではなく、明細書の記載全体に認められますみたいな
そんな なんとなくのイメージを伝えれば、まあ、通してくれると思ってたんですけれども、それが全然ダメで、その口述試験上は条文通り正確に答えないといけないんですね。例えばこんな感じです。ちょっとね、久々なんでうまくいくか分からないですけれども、特許法29条2項について説明してください。はい、特許出願にかかる発明が当該特許出願後の、特許出願等であって、当該特許出願後に出願公開等されたものの、願書に最初に添付された明細書特許請求の範囲と、または図面に記載された発明と同一であるときは、その発明については前条1項の規定にかかわらず特許を受けることができない。でこんな感じで答えないといけないんですよ。でこれが口述試験なんですね。でなんでこんなことになってるかっていうとですね、おそらくその答えの客観性を担保するために、試験委員にです、試験員さんに紙が配布されてるんですよ。回答、問題と回答の紙が。で実際私の受験の時はですね、ここに主査の先生がこう座ってますと。で主査の先生が、じゃあ次の問題いきます、こう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 ですこうですみたいな感じで質疑応答やってます。でその横にこう副査の先生が座っていて、副査の先生はその受験生さんの回答を聞いた回答を聞いてなんかチェックしてるんですよ。こうやってピッピッピッって紙をなんかねやってるんですよ。でおそらくこの紙にその答えの客観性を担保するために一番信頼性の高い情報が記載されているんですよ。で一番信頼性の高い情報っていうのは、まあ条文なんですよ。で条文じゃん。で条文以外にもね、いろんな理由とか趣旨とか聞かれるんですけれども、一番信頼性の高い理由とか趣旨ってこの世界では青本じゃないですか。なんで青本の記載がそのままバンって書いてあるんですよね。なんで試験員の先生は厳しい年はですね、その紙に書いてあるその条文と青本のそのまま言わないとダメみたいなことになってたんですよ。で昔すごい難しかったんです。すごい厳しくて、後でちょっと例挙げますけれども、むちゃくちゃ厳しかったんです。本当に条文通り言わなきゃいけない年みたいのがあったりとかしたんですね。ちょうどこの辺ですね、これね、この辺ですね、この辺、この辺が難しかったんですね。この辺21年2年3年4年あたりとこの辺大変だったんですよ。でこの辺は本当にもう条文通りもう絶対言わなきゃダメみたいな、青本の記載もなんとなくじゃなくて青本に記載されてるキーワードがそのまま出てこないとダメみたいな感じだったんです。でだんだん口述が優しくなってきて、一昨年あたり27年ぐらいからは、まあ、それほどね厳しくはないんですけれども、やっぱり昔のね厳しかった年がありまして、でこの伝統を引き継いでますので、やっぱり口述のインプットの勉強をするときはもう条文だったらもうできる限り条文の言葉を入れていこうと。で自分の言葉で、ね、覚えてた方はそれをできる限り条文の言葉で説明することができるように準備するっていうような、あとアオホンだったらアオホンの記載もね、できる限りアオホンの言葉を使って説明するっていう準備が必要です。した方が好ましいとされています。またね、今これこの傾向が続くとは限らないですからね、急にドンって難しくなっちゃう可能性があるので、その時に大虐殺ってされないように、私の授業を受けていただいている方はできる限り条文とアオホンの言葉でインプットしていただく、インプットしてアウトプットしていただくことを考えています。で自分の言葉は絶対ダメっていうお話でした。じゃあちょっと一番厳しかった年の話しましょうか。この前の論文速報会でもお話ししたんですけれども、全てのその担当の、じゃない、口述の問題の中で一番条文通り正確に答える必要がある、かつ品質する問題がこれです。このね、これ去年使ったね、私の講義のテキストなんです。このね、平成24年3日目の問題で、衣装法9条1項を条文の通り正確に答えてくださいっていう問題があります。で、9条1項何が書いてあるかっていうと、このね、ちょっと見づらいかな。
衣装法9条1項、同一または類似の衣装について異なった日に2以上の衣装登録出願があったときは、再選の衣装登録出願人のみがその衣装について衣装登録を受けることができると。で、あの論文速報会で説明した内容とちょっと重複しますけれども、あの口述のお約束というか定番なあの注意点がありまして、ここの赤いとこです。同一または類似の衣装について異なった日に2以上の衣装登録出願って言わないといけないんですね。これね、単に出願だとあのちょっと正確じゃないです、厳しい年だと 単なる出願ですか、ちゃんと正確に言ってくださいみたいなのがよくあります。でこれがね、あの衣装登録出願人についても言えます。再選の衣装登録出願人のみが、でこれね長いから出願人って略したいでしょ。であの論文試験とかだと記載量を減らすために単に出願とかね、出願人という言葉使った方が短いので、あと時間書く時間も短くなるし楽なので、まあ、それで略されている方がむしろ好ましかったりとかするんですけれども、口述試験は逆です。口述試験はちゃんと言わないとダメなんです。衣装登録出願、衣装登録出願人という言葉遣いをしなきゃいけないっていう話がありますと。特許だったら特許出願、特許出願人っていう話ちゃんと言わないとダメですよ。でのみがその衣装について衣装登録を受けることができると。で模試とか散々やってるとこのねその衣装についてっていう文言が落ちやすいんです。なぜならばその衣装についてっていう文言がなくても意味が通じちゃうんですよ。再選の衣装登録出願人のみが衣装登録を受けることができるってなんとなく意味が通じちゃうでしょ。だからこのその衣装についてっていう文言が落ちちゃったりとかするんです。なんでこれ落ちないように気をつけてくださいねみたいな話があって、あとさっきの単に登録受けることができるじゃダメなんですね。衣装登録受けることができるっていう衣装っていう文言をちゃんと入れました。ここも落ちやすいですっていう話がよくあるんですね。でここで話が終わりじゃないんです。あの24年度はあの口述 の合格率がすごい低くて、すごい極めて厳格にやらされたんですよ。で今の話を全部知った上で、あの私の受講生さんね、こんな風に答えたんですよ。で今から言う、あの彼はこう答えたんですけれども、ダメって言われたんです。で彼が答えた通りに私言うんで、どこが違うかちょっと聞いててください。いきますよ。同一または類似の衣装について異なった日に2以上の衣装登録出願があった場合には、再選の衣装登録出願人のみがその衣装について衣装登録を受けることができるって答えたんですよ。どこが違うか分かりました？あのね、ここをね、衣装登録出願があった時はじゃなくて場合にはって彼は答えたんですよ。で意味は合ってますよね。論理的に意味は正しいじゃないですか。ただその年はむちゃくちゃ厳しくて、試験員の間でもあのこの問題は絶対条文通り言わなきゃ通しちゃいけないことにしようっていうことであのなってたらしく、その彼に対してですね、申し訳ないと、ほとんど合ってるんだけれども一箇所だけ違うからもう一度答えてくれって言われて、彼は条文を見てですね、自分の頭の中で復唱して、あ、こう時と場合にはっていうのがここが違うのかみたいなね。で彼はちゃんと気づいて、そこでこうちゃんと修正していって、まあ、うまくいったんですけども、こういう世界が稀に広がってるんですよね。で一番厳しい時はこのくらい正確に答えさせられます。でさすがにね、全部の条文をこのクオリティでインプットしてアウトプットするのは無理です。あの問題によってあのこの正確どの程度正確に答えればいけないのかっていうのが違うんです。でも一番厳しいのはこのくらいちゃんとやんないとダメっていうお話でした。であのなこのくらい厳しくなるあのねあのこの問題とか品質なんですよ。9条1項条文の通り正確に答えてくださいっていう問題は、その私が受験時代からも定番問題で、毎年聞かれてたんですよ。で毎年聞かれてる問題、出題されればされるほどあの翌年以降のあのこの再ちゃんと再現しなきゃいけないあの度合いが大きくなります。なんで皆さんね、この後で過去問すごい重要だってお話するんですけれども、ちょっとね営業になって申し訳ないですけどね、このこういう過去問もですね、あの必ず買っていただいてやっていただきたいんですけれども、結構ね重複して何度も聞かれてる問題があるんですよ。で何度も聞かれてる問題ほどちゃんと答えなければならないんだと思って、あのちゃんとインプットしてアウトプットすることができるように準備をしていただければと思います。あのこの過去10年
過去7年分載ってるのかな、これ今回29年度は過去7年で1回ぐらいしか聞かれてないやつは、まあ、そんなに再現率は高くないので、あの軽めにやっていただいて大丈夫です。何度も聞かれてる問題ほどちゃんとあの答えることができるように準備をするという話でした。で次がですね、今青本、あ、条文青本のお話をしました。で次がですね、過去問プラスアルファのお話します。で条文青本が大切だと言いました。じゃあ条文青本重要なので、じゃあ条文と青本から勉強すればいいのか。でそれはね、あのあまり筋が良くないんですね。条文青本は大切なんですけれども、あの勉強の順番は過去問が先です。過去問や先にやることをお勧めします。でこれ何なんでしょうかって話なんですけれども、過去問が重要な理由が2つあります。で1個目はですね、あの口述試験はその過去問がと同じ問題が聞かれることがすごい多いんですよね。あの個人的な印象では、まあ、50% から 70% ぐらいは過去問と同じ問題が出ます。で過去問ってちゃんと時間をかけてあの正しく勉強すれば、まあ、誰でも答えることができる問題なんですよ。であの弁理士試験の受験生さんってすごく皆さん真面目で、あとかつその担当論文と突破されている人たちはすごく優秀でですね、ちょっとじゃあそのちゃんと練習すれば、あの過去問はほぼパーフェクトに答えてくるんですよ。でそんな状況の中、あの誰でも答えることができるような過去問を落としちゃうと、あこの人全然勉強してないなって、もうそこで差がついちゃって、あのそこで落とすと取り返しがつかなくなっちゃうんですよ。でこれは担当とか論文と同じです。基本問題を落としちゃうと後の応用問題の不出来とかに関わると落ちちゃうんですね。取り返しつかないんですよ。でみんなが取れる問題っていうのはもうあの確実に答えることができるようにするっていうのがとても重要です。であのいろんなことをやんなきゃいけないんですよ、勉強で。まず過去問やって、で過去問あの試験の前日に、試験当日に近づけば近づくほど、こうなんか、ああこれもやんなきゃ、これもやんなきゃ、これもやんなきゃとか言っていろいろね、こう手を出しがちになる、手を出したくなるんですけれども、あの一番重要なのは過去問です。あの過去問でね、問われてないような難しいね、その判例とか難しい問題とかは、難しい趣旨とかではもう全部後回し。まずはファースト、あの口述試験のあの勉強のファーストステップとして、過去問はもう絶対に答えることができるっていうあの状況を作ることがとても大切です。で勉強の効率がすごい高いんですね、過去問は。なぜならその過去問とその同じ問題が出るんですよ。でので勉強の効率も高いんです。だから過去問をとりあえずやり込みましょう。であの合格レベルにある受験生はあの過去問が出たらほぼあの答えられます、ね、過去問が出たらもうラッキー問題と思えるぐらい、もうあのパッて聞かれたらパッて答えることができるように準備しましょうという話でした。であの過去問が重要な2つ目の理由なんですけれども、それはですね、このプラスアルファのところですね。プラスアルファでこれ何かって言ったらですね、あの過去問あの全部やり込んじゃったら、次はですね、まあ、過去問全部答えることができるようになっちゃったから、まあ、新作の問題が毎年出るんで、新作の問題もね、あの答えることができるように準備しようっていうステップに入るんですけれども、その際にあの過去問やり込んでるとですね、なんとなく雰囲気で、あのこのいろんなねテキストとか条文とか青本とか見た時に、あなんとなくあれだな、ちょっと別の、なんとなくですね、この一例ですよ、なんかなんとなくですね、これイメージですからね、なんとなく、あここ過去問で出たとこだなと。でこれ5校出たっていうことは、まあ、4校出てもおかしくないよなとかね、5校のあの趣旨理由は聞かれてるけれども、まだ4項の趣旨とか理由聞かれてないと。で5項が聞かれてんだったら4項の趣旨とか理由とか聞かれてもおかしくないよなとか言って、だんだんねその本誌で出そうな問題を予測することができるんですよね、その過去問やり込むと。
で、そういう能力をその身につけるとですね、勉強の効率が良くなります。皆さんご存知の通り、弁理士試験の勉強の範囲ってものすごい広いですよね。で、こう闇雲にやっても時間ばっかり過ぎちゃって、効率が良くないんですよ。で、まずはね、その先ほどおっしゃった一番効率がいい過去問バチッと押さえちゃうと。で、その後次に出そうな問題を探すと。で、こんなイメージです。ちょっと今から紙書きますね。で、弁理士試験の勉強しなきゃいけない範囲がドンとあります。で、ここで過去問っていう点があります。点で、弁理試験の勉強しなきゃいけないとこで、まずね、この過去問をやるんですよ。で、なぜなら過去問そのまま出るから、一番効率がいいから。で、これやりましたと。で、次に何を勉強するかって言ったら、過去問の周辺をやってくるんですね。過去問の周辺をやっていくと。で、周辺が出やすい。で、この辺全然関係ない、この辺を過去問やり終わった後にこの辺の全然関係ないところを闇雲にこうやっていくよりは、この、ね、過去問のね、この周辺部分をやるんですね。来て前の年は条文暗唱させられたから、翌年はその条文の理由趣旨が聞かれるかもしれないから、理由趣旨もやっとこうとかね。あと前の年過去問でその、ね、1個を聞かれ暗証を求められたから、ひょっとしたら2個を暗証を求められてもおかしくないから、2個を暗証しとこうみたいな感じで、周辺部分をやっていくと効率がいいですよってお話です。でそれをやる際に過去問をやり込んでると、このなんとなくこの辺が出そうだなっていうのが分かるんですね。で、そのために過去問をやり込むことが必要です。でですね、で、それが過去問プラスアルファのお話でしたと。で、次がですね、3つ目のポイントがあって、場数を踏むっていうお話があります。で、今の 1,2 は今までどちらかというとそのインプットのお話でした。で、インプットすごい重要なんですけれども、口述試験では同じぐらいアウトプットが重要です。ついついそのインプットばっかりしちゃうんです。で、アウトプットの時間が少なくなってしまうんですけれども、できる限りアウトプットの時間を設けてください。で、これは論文試験と似ています。論文試験の皆さん勉強された時も、論文レジュメとかね、論文のインプットのテキストみたいなの頑張って覚えるじゃないですか。で、それをじゃあ覚えれば論文討論で書けるかっつったら、そんな簡単に書けないんですよね。インプットがあった上で、その限られたその60分とかの間で問題文を、長い問題文を読み、答案構成をし、その60分の間に全部書き切るっていう練習が必要じゃないですか。で、それって初めできなかったけど、その討論をその10回とか20回とか受けるようになって、だんだん自然とそれができるようになりましたよね。で、それと同じ感覚です。で、インプットを口述のしていただくんですけれども、頑張って29条2項とか覚えましたと。で、それがね、この対面の場でじゃあ29条2項言ってくださいって言われたら、言えるかって言ったらね、それはね、またちょっとね、別問題で、練習が必要なんですよ。誰しもこれちょっとね、緊張しちゃって覚えたことをね、これその場で言えるかって言えない。練習が必要なんですよ。で、これはね、やればやるほど上手になります。人によってその差がありますけれども、やればやるほど本誌で失敗しづらくなります。なので、アウトプットの機会をできる限り設けていただければと思います。で、特にですね、喋るのが苦手とかね、その人の前でこうちょっと口述試験苦手だみたいな方は、よりたくさん受けていただければと思います。で、すごい緊張するんですよ、本誌の試験って。試験員ホテルの密室にですね、閉じ込められて、試験員の人がガンガンって椅子に座ってて、で、受験生さん一人でポツンって座ってて、それで二人でこう問い詰められるんですけども、むちゃくちゃ緊張するんですよ。で、毎年毎年なんか自分の力をうまく発揮で、ちょっとあまりの緊張のあまりに
自分の力を発揮することができなかったみたいな方が結構いるんですよね。でそういったちょっとその辺苦手だなと思う方はできる限り受けてくださいという話でした。アウトプットは大事です。で以上が口述試験合格のための3大ポイントでした。でこの3大ポイントやその合格するためにという情報をもとにですね、口述マナーの基礎知識を説明させていただきます。口述マナーの基礎知識っていうか、まあ、口述試験を受ける上での基本的なポイントなんですけれども、まずですね、そもそも口述試験の対策をしないっていう人がね、結構いるんですよ。ここ最近その口述試験の合格率が上がりましたと、で9割以上受かりますと、で僕で自分の実力を考えればどう考えても上位9割に入っているに違いないと思って勉強不要であると、で夏からなんかちょっと早すぎると、で、まあ、10月や9月末からやれば十分じゃないのみたいな人がいるんですけれども、それは論外です。絶対ダメです。口述対策はもうきちんとしてください。で皆さん の職場とか周りにいる弁理士のね、昔の合格者に聞くと、いや口述の勉強なんかやんなかったよって、適当で大丈夫だったよみたいな話を言う人もいるんですけれども、今は違います。もうここ 5,6 年は、まあ、予備校を使ったりとかして、もう夏からもう勉強するっていうのがもう主流です。でなんでみんながそういう状況なので、それをやってこない、やらないと結構差がついちゃうんですよね。で僕もその当連とかでいろんな受験生さんと質疑応答するんですけれども、もう明らかにそのやってるか夏からやってるかやってないかで大きな差が分かります。なんでできる限り早めにやっていただければと思います。ただおそらく皆さんは大丈夫、この論文試験が終わってからこの1週間立ってもうこの場にいている方は極めてその口述試験に対する意識が高いので、皆さんはおそらく大丈夫だと思います。かといって、まあ、邁進せず油断をせずに口述の対策しっかりやっていただければと思います。ウェブ聞いてる方もきっと大丈夫意識が高いです。その調子で頑張っていきましょう。であとですね、 A を取りに行く勉強をする、これがダメなんですよね。これね、ダメです。満点取りちゃダメです。コンスタントに B 以上を取りに行く勉強をするっていうのが大切です。でこれ例を挙げると、いろんなことを覚えなきゃいけないんですよ。条文とか覚えなきゃいけないんですけれども、完璧にしてね、完璧にしたらじゃあ次に行こうみたいにやってると時間が足んないんですよ。完璧になんないんですよね。なんでまあなんとなく条文、口述試験で条文集見ていいことになってるんで、まあ条文集ね、もし書いちゃったら条文集見て、まあ1回か2回か参照して正しく答えることができるように準備すれば、まあ大丈夫であろうみたいなね、そんな感じで完璧を求めないというのが重要です。大切なのはこう最後の問題まで行くかどうかで、ある問題を完璧に答えられるかどうかではないんです。ホームラン打てるかどうかではないので、絵に取りに行く勉強するのはダメです。コンスタントに B 以上取りに行く勉強をするようにしましょう。またですね、これいろいろ覚えて覚えて覚えてってね、まあできる限り数は少ないんですけれども、結構ね厳選してこれとこれを覚えてくださいとかやるんですけれども、まあそんな急に覚えられるわけがないんです。で漢字としては、本試験までに3週とか5週とかしてください。でちょっとずつ何遍も何遍もやって、そのなんていうか、その記憶はね、その繰り返しなんですよね。なんでちょっとまあこれを覚えない、1回目はですね、ああまあこれを覚えなきゃいけないんだなっていう認識ぐらいで押さえておいて、もう次から次行くっていうのが重要で、とりあえず最後までやると、で終わったらまた初めからやると、で2週3週4週ってするにあたって、だんだん、あとまあ当連とか参加してアウトプットの機会もたくさん設けると、だんだんね言えるようになっていくんです。なんで初めね、その私覚えてくださいみたいなこと言うんですけども、それすぐ覚えられなくても全然 OK です。で時間がかかります、記憶は。でこれがまあ 8月ぐらいから夏から勉強しなきゃいけないっていう理由の一つですよね。9月末からじゃあ3週間で覚えようって言っても、そんな簡単に覚えられないですよ。若くて優秀な方できるかもしれない、普通の人はそんなに無理なんで、なんで早めにやればやるほどだんだん正確になってきます。だとですね、自分の言葉で答えてしまうって、これダメですね。先ほど言いました、口述試験は条文、青本の言葉で答えることができるように準備しましょうというお話です。
で次がですね、過去問が完璧でないにもかかわらず過去問以外のことに手を出してしまうと。でこれは勉強の効率が良くないんですね。過去問そのまま出る、でかつその過去問の周辺部分が出たりとかしますので、過去問やり込むっていうことが重要です。でこれはちょっと過去問周辺部分のお話を言い忘れました。で過去問のその周辺部分がすごいよく出るんですよ。で問題作ってる人ってどうやって問題作るかっていうと、いきなり新しい問題作んないんですよ。でこの問題ね、本試験問題作る作ってって言われた人はどうやって作るかっていうと、今まで出た問題全部見るんですよ。でこんな風に見てって、これと似た問題作るんですよね。これね、これ見て、ああ去年ここ聞いてここはよくできたけどここよくできなかったからもう一度出そうとかね、ここ聞いてじゃあ前の年はこれちょっと本文聞いたから、じゃあ今年は正しが聞いてみようかなみたいな、こんな感じでね作るんですよ。なんで実際そういうふうにして問題作るので、まあ、私もそうなんですけど、なんでやはりその観点から言っても過去問の周辺部分を勉強するっていうのが効率がいいですというお話でした。でアウトプットの練習の量が少ない、これ良くないですね。できる限りアウトプットの練習の量を多くしましょうと。で私のクラスでは後で申し上げるようにアウトプットの量をすごく多くしてます。私の授業でもそうですし、自主ゼミっていうのを組んでいただいて、授業終わった後に質疑応答の機会を工場アドバンステキストの問題を出し合うっていう練習の機会とか設けさせていただいてます。なんですごい練習の量が多くなります。であとアウトプットの練習の時期が遅いと、できる限り早い時期からアウトプットの練習を始める、でこれの方がいいですよって。でこれは何かと言いますと、よくある誤りがですね、いやいやいやまだまだ全然私インプットの量が足りてないので、もしはもっと試験直前に受けますとみたいな方がいらっしゃるんですけれども、これ良くないんですね。でこれ早い段階にアウトプットすると、あアウトプットの場ではこういうことが求められるんだと、このくらいちゃんと言わなきゃいけないんだなっていうことが分かるんですね。でそうすると逆算してはこういうことが求められるから、そもそもこういう感じでインプットしようみたいな感じでフィードバックできるんです。なんでインプットの効率が良くなるんですよね。でそのフィードバックをできる限り早い時期にやるっていうのが重要です。でこれをやらずに、その人間だから分かるんです、恥をかくのは嫌なので、できる限りインプットを完璧にして、完璧にしてからね、アウトプットの場に行ったら恥かかないで済むので楽、いいと思われがちなんです。その気持ちは分かるんですけれども、恥はもうなるべく早めに書いた方がいいです。一番良くないのは本試験で落ちるのが一番良くないんですね。なんで練習アウトプットの場ではもう恥をかいていいので、できる限り早めの時期からやりましょうという、アウトプットの練習をやりましょうというお話でした。で私の授業では8月からインプットを始めるんですけれども、第2回目ですね、これね、もう8月ね6日の状況から、2回目の授業の時から、このさっき申し上げました自主ゼミみたいな8月6日の後にやるんで、もう8月の段階からね、簡単なアウトプットの場を設けさせていただきますので、できる限り早い時期にやることができるのですごくおすすめです。で今のが今のがですね、全部口述試験 その準備の段階でした。で今から申し上げるのが口述試験の本番や当連でのお話ですね。よくね沈黙してしまう方がいるんですよ。何かを聞かれましたと、で答えることができなくて、うんで下を向いてしまうと。でこれ良くないんです。自分から積極的に局面を打開する必要があります。で難しい年は試験員の中で今年は助け舟、ヒントを出さないことにしようと、その問題が合ってるかどうかしか言わないと、ヒントを出さないっていう年があったりとかするんですよ。でその時に何か聞かれ、そういう年に当たっちゃって何か聞かれました、で答えることができませんでした、で分からないからうん
ってこう下を向いてしまうと、それで10分時間経っちゃうんですよ。でどうにかしなきゃいけないんですよ。で自分の力でどうにかする必要があると。じゃあ自分の力でその局面打開するってどういうことなのっていう話なんですけれども、口述試験の問題は大きく2つの問題に分かれます。で1個目が条文聞いてる問題です。条文答えれば OK な問題で、2つ目は理由とか趣旨で青本の規定答えれば OK な問題。この対別して大きくその2つしかないんですよ。他に若干例外ありますけど、大きく分けても条文の問題か青本の趣旨理由聞いてる問題2つしかないです。でもし今聞かれてる問題が、条文を答えれば通してくれそうな問題であったと。でその場合には条文見ちゃえばいいんですね。試験会場にですね、この単要条文と同じものが、机の上にこうドンと置かれてます。で何か分かんないことがあったら、条文集参照していいことになってます。でただこう何でしょう、やり方があって、必ず条文集参照させていただいてよろしいですかみたいなのを聞きます。で絶対 100% どうぞって言われるので、どうぞって言われてからこう見てください、見てくださいと。こう自分からいきなり条文集ガッて見ちゃいけないですね。必ず確認を取ると、条文法文集見てよろしいでしょうか、どうぞ、はい見ますと。で見て、で見ながら答えじゃダメなんですね。その特許出願なんとかって、それ見ながら答えてもそれが評価の対象になりません。必ず答えるときは閉じてから答えるという作法になってます。で条文でなんで覚えなきゃいけないんですね。短い時間で条文何章求められた、さっきの衣装法9条1個とか頑張ってこう見て覚えると、覚えて閉じて言うと。でこの能力をちょっと練習していただく必要があるんですけども、だから条文系の問題は今の能力が高ければですね、パッて条文見て答えることができる能力さえ身につけてしまえば怖くないんです。でそんな感じで答えれば大丈夫なんで、でそれが局面の打開の1個です。下に書いてありますね、条文を参照するのが遅いと。条文集を見れば解決できる問題は、回答できる問題はすぐに条文集を見て参照しちゃうと。でよくね、条文集を見たら試験員のね、こう心証が下がるんじゃないかと、評価が下がるんじゃないかみたいなことを心配される方がいるんですけども、見ないで答えられるのと見て答えるの、どっちがいいかって言ったらね、見ないで答えられるの方がいいんでしょうけれども、大切なのは初めにこう申し上げた最後の問題まで行くか行かないかが重要なんですね。条文集何回見ても最後の問題まで行けば B 以上つくので、その問題合格っていうことなんですね。 C を取らないのが、C を取ったらもうそれでアウトになっちゃいますので、それが一番良くない。なんで C 取り行くぐらいだったらもうガンガン条文集見て、条文集を上手に使って答えましょうっていうのが最近の口述の主流です。条文集上手に使って答えることができるように準備しましょうと。でね、もう一個の局面の打開の仕方で、問題が大きく分けて、条文系の問題、青本の理由趣旨系の問題に分かれると言いました。で条文の答え方は言いました、条文集見て答えればいいと。で理由趣旨の問題は、これはね、本試験中に参照できないから大変なんですよね。でこれはどうすればいいかと言いますと、これはね、頑張るしかないんですね。これね、理由趣旨の文言が出てこない、理由趣旨の文言、これはね、適当に頑張って言うしかないんですよ。で汎用、例えばね、適当に言うって言っても適当に言える方は適当に作ってそれらしいことを言えばいいんですよ。でそれらしいこととか言うと、あ、この受験生さん頑張ってるなと、なんかヒントをあげたい気持ちになってくるんですよ。でそうしたら、いや、そっちそうじゃなくて出願人の立場から何か言えないかなとかね、そんな感じでね、ヒントが出る、頑張ってる様子を見せるとヒントが出てくる可能性があるんですよ。沈黙してると何も出てこない。でそのヒントをその引きずり出すっていう意味でも、頑張ってる姿勢を見せるっていう意味でも、何か適当に答えるのが重要です。で答え方にもいくつかテクニックがあるんですけれども、酷だからとかね、その汎用的な理由がありますよね、国際調和の観点からとかね、条約の要請ですみたいな、もう汎用的なものを言うとかね、準備しといたり、あと入り法ですね、
仮にその規定がなかったとしたらこういう問題が生じるからみたいな典型的なこのなんか流れがあるんですよ。よくその条文のその理由とか趣旨にありそうなんで、その手のをいくつかこう引き出しを持っといて何か言われて分からなかったらそのどれかを言うみたいなっていうので、いろいろ適当に言うっていうのが重要です。でこれが局面の打開の方法の2つ目です。であとですね、次の試験官の誘導に乗らないっていうのは良くないんですね。必ず口述試験では試験官の試験員の誘導に乗ってください。でこれよくありがちなのは、極めてよく勉強して基本書とか読み込んでるね、受験生さんにありがちなんですけれども、僕の知り合いの受験生さんですごく勉強してるんですよ。すごく優秀だったんですけれども、彼は商標法の問題を網の説で全部答えたんですね。網の先生の本が好きで、分厚い本をすごく読んでいて、それで答えたんですけれども、残念ながら試験員には通用しませんでした。でちょっと話聞いて、ちょっと変なこと言っちゃいましたけれども、いくらその回答が正しくても、いやこれはねここの基本書に載っててこうこうこうなんですよみたいなこと言っちゃダメなんですね。試験員はその回答用紙にある条文と青本が出てくるかどうかってそれしか見てこなくて、でそれが機械的に言えれば OK なんですよ。でその試験員はその受験生さんのことを基本的に受からせようと思っていて、ここにね問題回答用紙に書いてある条文とか青本とか理由とかキーワードが出てくるように頑張ってね基本誘導していくんですよ。でいやそういう観点じゃなくてこうこうこうかなみたいなことを言うんですけれども、それを全部否定して、いやこうこうこうではなくて先ほど申し上げたねこう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 だからですとかいうのが落ちるパターンの一つです。で必ず試験の誘導に乗るようにしましょう。でもう一個簡単な誘導の乗る例が、例えばそのある事例がありました。でこの行為は侵害を構成しますか。でイエスかノーかで2択で答えることができる問題ですよね。で2分の1の確率で当たるんですよ。でちょっと考えて、侵害が成立してないなと、で侵害成立してませんって言ったら試験員が本当ですかって聞いてきました。でその本当ですかっていうことは逆の選択肢が正しいんですね。侵害 してるんですよ。でなんでそっちを答えれば OK なんだけれども、いやこう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 ねこう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 いう理由で侵害が成立してないと思いますみたいなことを言っても、それは全くナンセンスなんですね。試験員はその侵害が成立するっていう回答しか求めてないので、そっち方向でいくら頑張っても時間が経っちゃうばっかりで、こうなんか自分の理解を示すことができるかもしれないんですけれども、それは口述試験のその合否からは遠ざかってしまうんです。口述試験の合否は先ほど申し上げましたように、これですね、最後の問題まで行くかどうかってこれなんですよ。なんで自分の理解を示すかどうかではないんです。なんでできる限り試験員のこんな感じで誘導に乗りましょう。あとですね、出来が悪くて落ち込んでしまい次の科目に引きずってしまうと、これが良くない話です。で引きずらないと、で先ほど申し上げましたように1科目 C を取っても他の科目で B を取れば合格するんですよね。なんで気持ちを入れ替えるっていうことが重要です。でこれ特にですね、必ず特実から始まるんですよ。で特実の部屋に呼ばれて終わったら次廊下でちょっと待機し、次衣装の部屋に行って、でそこでまた終わったらまた廊下に出て商標の部屋に次入るみたいな感じです。特実入るんですけれども、特実一発目で全然できなかったと、でなんか一番最後に試験員からいや衣装商標は頑張ってねみたいなこと言われて、でそれ特実ダメって C っていうことなんですけども、そんなこと言われたらああダメだったって思ってドンってね落ちちゃうんですよね。でそこでもしそうなるのはあんまり好ましくないんですけれども、 あってほしくないと思うんですけど、もしそうなっても気持ちを切り替えるってことが重要です。B2 科目 B だったら合格です。で多くの場合全部3問とも難しいっていうことはなく、1問
仮に1問難しかったとしたら、バランスを取るために他の2問は優しくなってることが多いので、そういった観点からも、よし、じゃあ特実は残念ながらダメだったけど他の科目はきっと優しいに違いないということで気持ちを切り替えて、あの次の問題に臨むというのが重要です。試験当日の話ですね、これね。あとですね、これあのアウトプットが重要、場数を踏むっていうのとちょっと似てるんですけれども、案外ね、この姿勢とか声の質とか答え方がすごい重要です。で、口述落ちちゃう人は下を向いてしまったり声が小さい方がとても多いです。あと 目つぶっちゃう感じですね、こうやってうーんって。でこれ何がいけないかっていうと、あので下を向いて、しかもこうなんか声が小さいと、なんかちょっとこんな感じですね、なんかあの自信がなさそうに見えるんですよね。で、同じ回答をしても声が小さくて語尾がなんかこうこうみたいな感じで、ちょっと自信がないとね、語尾がこう弱くなったりするんですよ、みんな。で、こんな風にしてしまうと、あの仮にその内容が合ってたとしても、あれこの受験生さん合ってるのかな、すいませんもう一度言ってくださいとか、本当ですかみたいなことを、ね、聞かれちゃったりとかするんですよ。でね、その 下を向いてしまったり声が小さいと、それだけでなんか心象がね 20% マイナスになっちゃいます。なんでもったいないんですね。で、できる限りこう下を向かず前を向く、声が小さいときはできる限り声を大きく、で感じとしてはあのちょっと よそ行きな感じですね。普段のその友達とこうだべってる感じの感じではなく、あの電話取るときとか急によそ行きな声になる人いるじゃないですか。はい、なんとか特許事務所ですみたいな感じで、あっちの感じで答えるのがいいですね。ちょっとあのお客さん相手にしてるときのような感じで喋ると。で僕も今やってますね。今こう講義だからこんな普通にちょっとハキハキ大きめに喋ってるんですけど、普段は全然こんなことないですよ。で、口述試験の時はこんな感じであの喋ることをお勧めします。で、以上が口述マナーの基礎知識でした。この辺をあの注意しつつやっていただければと思います。あと講座の説明ですね。で、講座の説明ちょっとやります。で、私の講座はですね、このファーストフェーズとセカンドフェーズっていうものからなっています。で、ファーストフェーズがその7月30日から9月17日まで日曜日やります。で、これインプットメインの講座です。で、セカンドフェーズは合格発表後10月3日から10月12日まで、これね、アウトプット専用のコースです。で、まずファーストフェーズのインプット何やるのかっていうのを説明しますね。で、レックでは口述専門のこのテキストがあります。口述オールインワンテキストと。で、口述の専門のテキストを用意してるっていうのはあの受験会でうちだけですね、多分ね。で、これ逐条解説的なものになってまして、条文があります。で、その条文に関係する口述試験で問われた、もしくはいつ問われてもおかしくない青本や審査基準の抜粋の規定がドーンってこうあります。で、この規定を用いて、あのテキストを用いて、あの口述試験であの必要なとこですね、あの大切なとこ、陥りやすいとこを説明していきます。例えばですね、こんな感じですね。この特許法2条だったらね、この発明の定義、これはね絶対覚えないといけないんですよ。各法域 の保護対象は絶対あの暗唱しなきゃダメです。自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものを言いますと。で、こう落ちやすいのが創作のうちだったんですよね。で、私の知り合いの受験生さんが条文集あの初めに聞かれてあの答えました。彼女はこう答えました。自然法則を利用した技術的思想のうち高度のものって言っちゃったんですね。創作のうちってあの忘れちゃったんですよ。で、そこで心象がすごい一気にドーンと悪くなっちゃったんですよね。で、条文見て、あ、創作のうちって気をつけ、あの気づいて、まあ、ちゃんと言ったんですけれども、あのこのね、いろんな条文があるんですけれども、発明の定義とか遺書の定義とか、この辺はね条文集見ないで言えるようにしないとまずいんです。ここで条文集見たとしても、かなりそこでね、あ、この人発明の定義も言えないんだということで心象メーターがドーンって悪くなっちゃって、その後事例問題とかあったんですけれども、事例問題とかでもまあ発明の定義言えない人にはちょっとヒントとかすごい出づらくなっちゃったんですよね。で、ここで落ちちゃったと。
ということで、その各法益の保護対象はすごい大切です。でこの捜索のうちっていうのはその絶対落とさないようにしましょうとかね、あと2条の3項1号でこれあの行為の、ね、対象が6個あるんですよ。で2条3項だから 2×3 で6って覚えてください。であのこの条文の言うポイントはですね、括弧書きをね飛ばしていっちゃうんですよ。でこれ言うときにあの括弧書きを言うとねすごく言いづらい。で口述試験のその再現とかを見てる大抵ねまず括弧書きを飛ばしています。例外は1個あるんですけれども、あの生産使用譲渡等輸出輸入譲渡等の申し出ですっていう6個先に言っちゃうんですよね。でそれで譲渡等の申し出っていうのはどういうことですかとか、譲渡等っていうのはどういうことですかみたいな、こういうふうに問われてから初めて括弧書きの中を答えていくっていうのが口述のお約束だったりとかするんですよね。なんでまず括弧書きを飛ばして言う。で 2×3 で6個ですみたいな話とかね、こんな話をあのこの全ての条文に対して、まあ、全ての条文というかを、まあ、築城解説的に特許法の始めから商標法まで全部やるというテキストです。であの納富先生も近年まれに見るすごくよくレックのテキストだとこうすごい多めになってるあのテキストです。で皆さんのお手元に見本があるのかな？ないですね。後ろにあの教室の後ろにあの見本があるので、もし興味があるから見てください。あと私がその去年使ったテキストがありますので、まあ、こんな感じで進めていくのっていうのが見れば分かりますので、まあ、興味ある方は見ていただければと思います。であとこんな感じでインプット進めていくのと、あとあれか、先ほど申し上げましたアウトプットの場を設けるために自主ゼミっていうのを皆さん第2回目の後から1時間ぐらいやります。どんぐらいかな、確かね1時までやって1時間休んで2時から3時までかな、1時間有志の方で残っていただいて口述アドバンステキストの問題をこう出し合ってもらうというのをやってます。でアウトプットをこの時期から1時間やるかやらないかでだいぶ違うので、もしよかったら参加していただければと思います。で大体ね初回とかだと8割ぐらいの人残っていただけます。去年とかだと60、70ぐらい受講生さんがいて、その8割ぐらいなので結構ねいらっしゃいました。アウトプットもたくさんやる機会を設けてます、インプットの段階から。で次がですね、あと欠席フォローがありますと書いてるかどうか分かんないんですけれども、これ望ましくはね、そのさっきの実施ゼミがあるので生で受けていただきたいんですけれども、お仕事の都合とか家族の都合とかで欠席空いちゃう日があるじゃないですか。でそういった場合にはこの各実施日の2日後からこのウェブ、その対応するウェブ動画配信日の前日までネットで見れるそうです。なんで休まれる方も一応ネットフォローで私の講義は聞けますので、そういったサービスも行っています。で次がセカンドフェーズですね。でセカンドフェーズはアウトプットなんですけれども、私のいろいろ過去の経験から工夫してます。ね、こんな感じでグループごと日本試験スタイルで問答をやるっていうのが私のアウトプットの講座のポイントですね。でよくあるアウトプットの講座の例は講師1人いて受験生さんがたくさんいて端から当てていくんですよ。何ですか何ですか理由とか趣旨お答えくださいみたいなのをやっていくと、他の人たち時間が待ってもったいないじゃないですか。で私はねこれすごく嫌で、私はですねこんな感じで私も含めて受講生さんを全部ね ABC っていうね4人ごとのグループに分けます。で4人の構成メンバーはそれぞれ A さん、B さん、C さん、D さんとします。で第1ラウンド A さんから B、C さんから D ってありますよね。でこれ事前に A さんにはこの問題出してくださいね、 B さんにはこの問題出してください、 C さんにはこの問題出してください、 D さんにはこの問題出してくださいみたいな、事前に私が問題作っております。で A から B、C から D っていうのは A さんが持ってる問題 B さんに出題すると、で C さんが持ってる問題は D さんに出題するっていうことがあります。でこれはね10分間やります。で大体7分ぐらい、実際ねちょっと5分から6分ぐらいなんですけども、質疑応答し、本紙と同じぐらい質疑応答し、本紙より同じかちょっと短いぐらい質疑応答し、その後ね2分間ぐらいで公表していただきます。受講生さん
いや私も含めてね、ここの条文がちょっと文言落ちてたよとかね、理由とか趣旨のキーワードのここが抜けてたよとかね、もうちょっと声を大きい方がいいですよみたいな公表していただきます。でこれ10分間やります。第1ラウンドで、次の第2ラウンド同じことやるんですけども、今度は B から A、D から C で問題を出す側と出される側が入れ替わります。次は B さんが持っている問題 A に出題と、 D さんが持っている問題 C に出題で、これで同じくその7分間ぐらいの質疑応答と2分間ぐらいの公表を移動します。で次はまあ席替えですね。 A さんが持っている問題 C に出題する、 B に持っている問題 D に出題で、これは1時間やるんですね。1ラウンドから6ラウンドまでで、これで1時間ですね。でこれ3時間の講義なので、これを3回繰り返すんですね。でこれ何がいいかっていうと、まず単純にそのアウトプットの機会をすごく増やせるんですね。これね、これ半分の時間これ喋ってることになりますよね、答えてることになりますよね。なんで3時間のアウトプットの講義で1時間半喋ることになるんですよね。もうすごいたくさん喋れると。であとですね、次が重要なのはですね、このね、出題者側の気持ちを理解することができるって、これが極めて重要で、ついついね、模試とかだけ受けたりとかね、この常に答える側だと分からないものが見えてくるんでね、自分でいざ出題すると、いやこの問題こうこうこういう問題で、こういうふうに答えてほしいのに受験生さんはこう答えてくるのかみたいなのが分かるんですよ。この問題こう答えればいいのになみたいのがあると、いざね、自分が回答側に行った時に、その質問する側の気持ちを理解することができているので、回答するのも上手になるんですよ。でこれがねすごく重要です。出題者側の気持ちを理解すると、答える時にいざ上手になると、これもすごい重要です。であとね、本試験スタイルでやるっていうのが重要なんですね。これね、だらだらこう質問とかしてても良くないんですよ。論文の答練って何が重要かって言ったら、本試と同じ、ほぼ同じ時間で同じような問題を時間内に解くっていうのが重要ですよね。で口述も同じで、こうね、10分間とか限られた時間でこの最後の問題まで行くかどうかって、できる限り沈黙の時間を減らして、試験委員の誘導に乗ってその求められている回答をし、最後の問題まで回答できるかっていう、それが重要なんですよ。でそれを本試とほぼ同じ時間でやるっていう訓練をやらないと意味がないと私は考えています。でこれは本試と同じ時間で、本試よりちょっと短いんですけどね、訓練なのにちょっと短くしてるんですけれども、これがねすごく重要です。で私の授業でこうやるんですけど、皆さんも職場とかでね、あと受験生の仲間で質疑の応答の練習すると、でその時はね、だらだらやんない方がいいですよね。ちゃんと本試と同じ時間10分って区切って、その時間でその最後の問題までいけるかどうかって、時間を意識してアウトプットやるっていうのがすごく重要です。だとですね、試験員にもいろんなタイプの人がいるんですよ。で私のクラスだとこれね、残念ながら定員があって、毎回ね36ぐらいが定員なんですよ、アウトプットで36人で、毎回ねこれランダムに全部抽選というか適当にバラバラにやるんですよ。なんで自分以外の人と、だから36人クラスだったら37、5人と異なるタイプの人といろんな話す経験を機会を提供させていただいてます。でこれが重要なんですね。普段の実ゼミの仲間とかで、気の合った仲間で 2,3 人とねずっとやってるよりは、できる限りいろんな人と話した方が、その本試験で失敗する確率がすごい少なくなるんですよね。本試験 でいろんな人とやると、あこのタイプの人はこう、本試験でもね、このタイプの人はこういうタイプだからこういう感じで答えとこみたいな感じでね、臨機応変に振る舞ったりすることができるので、そういった点でもこんな感じでやるのがすごく重要です。でこれね、受験生さんにこう投げていて、じゃあ私一体何やってんのかって話なんですけど、私は当然こうずっと出し続けて、私のいるレーンではほぼ本試験と同じスタイルでやって、すごくもうちょっと条文早く見た方がいいですよとか、ちょっとこうなんか語尾がこうなんか弱くなる傾向があるので、もうちょっとはっきり言いましょうとか、なんかいろいろこうなんか単にその問題が合ってるかどうかではなく、その今僕が説明したような口述合格するっていう観点から、こうした方がいいんじゃないかみたいなのを適切にこうアドバイスさせていただいてます。であとね、売りの一つは最近パネル問題っていうのが存在するんですよ。でこういうやつです。
なんか紙、あの試験員、あの机にですね、紙がね、あの紙が、あの白い紙が置いてあるんですよ。で、じゃあの手元の紙を開いてくださいって言うと、ドンっていうかね、このこういうボンっていうパネルがあります。で、このパネルを見て、あの質疑応答が始まるんですけれども、このねパネルをね、いざこうドンって見せられるとフリーズしちゃって、結構ね頭に入んない方がいるんですよ。で、結構答えるのが難しかったりとかするんです。で、この対策をするために、私の講座では必ず毎回1問パネモン設けてます。なんでパネモン苦手な方も、私の講座を受けるとパネモン、その答えるの得意になるんじゃないかなと考えてます。で、以上ですね。はい、じゃあ以上で、知らないと恥をかく口述マナーの基礎知識というお話をさせていただきました。ご清聴ありがとうございました。口述試験頑張りましょう。